者かによって掲げられた異世界。この地において徳川、呉、上杉、諸の面々が手を結ぶ。彼らは反乱軍を結成し、強大な敵と対峙しようとしていた。戦国の魔王織田信長、彼は北条や今川などの軍友と手を組み、勢力を拡大。次の標的を劉備らと協力関係を結んでいた武田に定める。武田は真田兄弟を中心として織田軍の猛攻を認めていた。信長の野心を阻むため、反乱軍は武田救援に向かう。武田軍はかなり押されているな。前線で雪村が何とか組めているようだが、このままでは危険だ。我らはまだ状況もつかみきれておらぬ。信玄殿に軍略を仰ぎながら対処しよう。雪村、お前をこんなところで散らせはせぬ。待っていてくれ。ありがたいね。早速で悪いけど、別動隊として北上してくれんか。察すれば敵の横っ腹をつけよう。雪村が前線で頑張っているうちに頼んだよ。ま、敵も無策じゃなかろう。伏兵の匂いもプンプンするしね。じゃが大軍を破るには賭けも必要じゃ。信行たち、出て行くんじゃよ。速やかに進まねば。ここで雪村を失うわけにはいかない。強ざめ、増えているかわからない個人だね。信長は強い力を持ち、忠実か。あの調子じゃ信奉者以外はついてはいけない。おしまいにするわ。対抗勢力が守るため、ここにいるのは危険かな。宿敵、共に闘争の美酒に弱む。虎と竜が一緒に戦うことになろうとはね。これ初めてじゃ。これしかないか。しかし核の目論見み通りよ。あっぱれなものの。やはりそっちから来るか。伏兵部隊出番だ。行くぞ。親方様の読み通り、皆眼前の敵を打ち破り飛ばせよ。あんたたちに恨みはないけど、ここにかけるとしよう。こっちも引くわけにはいかないのよ。おいで、我が遊んでよ。またね。伏兵は破った。このまま敵軍の脇腹を突く。さては策を承知で飛び込んできたが、なかなか思い切ったことをする。反乱軍とやらの再度結束はあるがし、これ将来的に勝ち目がありそうなのか。伏兵もやっつけた。いや、総攻撃と参ろうか。腹は決まった。俺たちは今から武田につけ。武田、これはどういうことです。悪いね、光秀殿。俺は勝ち目のない戦いしない主義なんだよ。裏切りなどもってのほか。角度、互角。あらま、張り切ってらっしゃるかな。信長の勢力拡大には何か意図があるかもしれない。だがそのやり方は苛烈すぎる。たとえ余裕であろうと、私はその道を行きたい。皆が互いの
尊重し信じ合う、そんな世にしたいんだ。まさに太平の世です。別の世界にも家康様と似たようなのがいっちゃったですね。カズの野郎、裏切りではあったか。こりゃ織田の連中を助けねえと。もう弟よ、どこへ行くのかの。もしかしてか、こっちに来たら、じゃあ腹のため精いっぱい働かせてもらうよ。今すぐあなたを信用することはできない。だが力は借りた方が良さそうだ。話が早くて助かるよ。それじゃ今後ともよろしく。この裏切り、ジン君リュービー殿には いや戦いを早く終わらせるには、その力が必要。民や兵が心安らかに暮らせるよう協力してほしい。心配ありません。なるほど。この世界でもあんたは相変わらずだ。信長様に挑む資格があるかどうか、あなたが力で試させてもらいます。なお虎殿、そちならマロと決まってくれるか。よしもた様、すみません、決まりはできません。ごめんなさい。よろしくお願いしますね。一緒に頑張りましょう。よろしく。素直に歓迎し、あんただけだ。いや、立派立派。
殿にかけるとしよう。はい、はい、はい。はい、はい、はい。これまで聞かせていただきます。人が持つべきものではない。ならば力ずくで奪うが良い。あなたこそ天下無双の強者です。あなたは。私はペルセウス。奴の持つ腕輪を取り戻しに来た。雪村、感服いたします。信長、お前はなぜ戦っている？理由なき力に従えるはずもないぞ。良いぞ、劉備。この信長にその怒りを、力をぶつけよ。あの者、世の事情を知る。いつか吐かせてみせよ。信長、逃げられてしまったか。おかげで助かったよ。いや、救援がなかったら危ないところだったね。それにしても、信長のあの妙な力は一体。変な腕輪をつけてましたよね。蛇、人ならざる強大な力、そして時も場所も超えて集った英雄たち。どうも嫌な感じがするね。思い過ごしならいいんだが。ひとまずあの力の謎を探ってみたいね。このままじゃ何度挑んだところでやられちゃうよ。あの腕輪を狙っていた者、ペルセウス殿でしたか。彼は何か知っているのでしょうか。ふん、可能性はあるな。話を聞いてみたいところだが、残念ながら行方の手がかりすらない。腕輪を狙っているのなら、信長を探るうちいずれ道も交わるはず。今できることから始めよう。貫き通すは我が信念。お仕事お仕事。さて行くかね。この手で守ってみせる。乱世は打算で渡る者、過分か登場。姉上より褒あり。織田軍の急襲を受けたらしい。急ぎ援軍を出さねばまずそうだ。なんと御前、そして影勝様がいらっしゃるのは上杉領の前線基地。我らが武田を救援する間に攻撃を受けるとは。ならば急ぎ向かいましょう。この雪村、今こそ救われた恩をお返しいたします。私も行こう。剣心殿には世話になっている。家族の危機とあらば力になりたい。おお、なんと心強い。頼みにしているぞ二人とも。ふん、仲間が増え、ここも随分にぎわってきた。もっといろいろ整備して皆が過ごしやすいようにしたいものだな。ああ、いい考えだ。きっと仲間たちの闘志も高まるだろう。雪村はこの異世界でもその槍で運命を切り開こうと突き進んでいる。
家も土地もしがらみを守る必要もないこの地で、己が心のままただひたすらに戦っている。それに引き換え兄という生き物は到底弟にはかなわないものらしい。いや、むしろ逆ではないのか。我が兄孫策は気さくで人を引きつける行動力、決断力に富み、勇猛果敢。弟の私などの及ぶところではない。兄にかなう弟などいない。私はずっとそう思って生きてきたが兄と弟でこうも意見が違うものか。ああ、私にはない視点が新鮮だ。これからも兄の立場からいろいろ教えてくれないか、信行。分かった、こちらこそよろしく頼む。弟の心境を知る良い機会になりそうだ。信玄殿、あんた孫子がお好きなんだってね。その早きこと風のごとく、その静かなること林のごとく、侵略すること火のごとく、動かざること山のごとく。で、知りがたきこと陰のごとく、動くこと雷神のごとしと続くわけだ。孫子の軍曹編だね。どうじゃろ、増えない軍略家同士、兵法について語り合わんかね。申し訳ないが、俺にとって兵法とは実践するものでね。兵は差を持って立ち、理を持って動き、文豪を持って変をなすものなりってあるだろう。千変万化する兵法を語るなんて意味がない。ただそうだな、ウロの争いで実戦とあらば、ぜひご一緒したいね。なるほど、囲碁で兵法を論ずるかね。いいよ、ならば早速参ろうか。反乱軍の猛攻を受け、織田軍は撤退。武田は九死に一生を得る。だが謎も混迷も深まる一方だった。織田信長が得た凄まじい力、ペルセウスと名乗った信長を追う青年、そして時折よぎる知らぬはずの記憶。反乱軍の面々は思い思いに考えを巡らす。だが彼らに立ち止まっているいとまはなかった。前線騎士を守る綾御前と上杉景勝から救援要請が届いたのである。敵の数これほどと。織田軍には我らを攻めながらもこれだけの兵を割く余力があるのですね。だがひるむわけにはいかぬ。我らの義と愛をもって御前と景勝様を救い出すのだ。敵の数が尋常ではない。急がねば、景勝様たちが危うい。御前、景勝様、しばしお待ちを。この加熱軍が直ちにお救いいたします。本陣の防衛は我らが引き受けよう。屋上の東の南の敵は本陣、北の敵は城に向かっている。敵の動きを見極めつつ進んでくれ。敵将を討ち取ったり。来てくれたようです、影勝。あと少し。
し耐え抜きましょう。感謝します。さあ共に敵を押し返しましょう。影勝がまだ戦っています。さあ救援に向かいますよ。見事です、可愛い剣士。ありがたい。ここは通さぬ。道を開けよ。恩ある影勝様を失うことはできぬ。窮地に達しました。次はこちらがお返しをすれば。勝負の棋風示さぬ。数では勝っていたが詰めが甘かったか。ならば拙者自ら当たるのみ。眼下にお無数の敵か。我が槍で押し通るのみ。敵人からの気概を感じる。ただの賊ではないよ。俺の負けだ。私は幸せだ。拙者の部で眼前の敵を蹴散らさん。本陣は何としても守りきるぞ。敵の増援にも注意せよ。敵はまた城を狙ってくるでしょう。みんな当たりなさい。カネツン、あなたの義と愛、この異界でも変わらない。してあげましょう。極上の闘争大詩人。
この世界を突破に。よし、私が話をしてみよう。金継ぐ、手薄になる本陣の防衛に回ってくれ。承知した。ウイの輩は一匹たりとも近づけ。孫権という方はよく戦況を見ていますね。見習わなければなりません、金勝。はっ、うん、見事だ。その調子で奮戦せよ。これぞ天下無双の武、決心功はまさしく軍神なり。できるとは。行けるな。そのまま前線で城の防衛を頼む。承知しました。孫悟の兵よ、道を開けよ。この孫権の顔を忘れたか。孫権様もこの世界に。あの方に剣を振るわけには。大使事、無事で何よりだった。再び孫悟の、いや、私の力になってくれぬか。孫権殿、申し訳ない。ここでくなっては俺の真偽が。異界であってもお前は変わらぬな。分かった、全力で来るがいい。お見事でした、孫権殿。孫作殿と戦った時のことを思い出しましたぞ。いや、私は兄上ほど強くはない。お前に勝てたのは幸運だった。おかげで助かりました。皆の義と愛に感謝します。礼を言う。いえ、お二人がご無事で何より。謙信公もさぞお喜びになりましょう。孫権殿、先ほどは申し訳ありませんでした。俺と徐光殿はこの妙な世界をさまようところを信長殿に救われたのです。どうしてもその恩義に報いねばならず。よいのだ、大使。それに徐光、お前たちさえよければ我が軍に来ないか。拙者らは敗軍の将、勝者に従うべきとは存ずるが、良いのでござるか。もちろんです。お二人は素晴らしきものの父、味方となればこれほど嬉しいことはありません。ありがたきお言葉、感謝する。これからは孫権殿たちと共に武を振るおう。良い愛。真偽は違えぬ。いざ戦場へ。徐光明、ひたすら武の道を極めん。それにしても信長の力の秘密なんてどう探ればいいんだ。も
直接聞いたところで答えてはくれないでしょう。何より今の俺たちではあの力に対抗できません。なら同盟相手と接触するのはどうかな。俺が見た限り妙な力を持つのは信長だけだ。同盟といっても実際は負けで仕方なしに従っている者が大半でね。彼らを下して情報が得られればよし、ダメでも信長の戦力を大きく削れる。でもそううまくいくでしょうか。うん、北条氏康、今川義元、董卓、そして袁紹、信長に組みする者は強敵揃いであろう。俺に一ついい手がある。この前まで織田軍にいたんでね、少しぐらいなら内情にも通じてるんだ。もし任せてくれるなら、義元殿を必ずここへ連れて戻ってくると約束しよう。分かった、タク、お前に任せよう。修繕、直政、それに直虎殿、すまぬが助力を頼む。天保。おお、影勝殿、その怪異なる面貌、堂々たる勇姿、頼もしきこと岩尾のごとし。きら星のごとく連なる小生のうちにも、その威厳として土肥天をもつかんとする勢いよ。ゆうべん影勝殿、いかがなされた。それがしの称賛に戸惑っているのか。そのつつましきこと、人とはぬ谷にそっと咲く可憐なる花のごとくだ。可憐なる花。こんにちは、ジョコ。これは綾殿、いかがなされた。女皇がひたすら頂を目指し武に精進する様子、一切の利欲を排し厳粛に国旗する姿、可愛い謙信に少し似ていますね。さようでござるか、光栄に存ずる。なれど拙者、謙信殿の人となりをよく知らず、似ていると言われても頭巾ぐらいでござろうか。それでよいのです。何事も始めは真似事から。やがてあなたは。拙者別に謙信殿を真似ようとは。隠さなくてもよいのですよ。ではジョコ、今後ともよろしく。うん、つかみどころのないご婦人でござるな。反乱軍の迅速な救援により、綾御前と上杉景勝は救われた。だが彼らに安堵の表情はない。自軍と織田軍との圧倒的な戦力差を見せつけられたからである。織田軍を止めるには信長の力の解明が必要。そう判断した反乱軍は織田の同盟相手の切り崩しを図る。第一目標は核の助言により今川義元に決まった。反乱軍は早速今川攻略に乗り出す。今川領には義元と同じく信長と手を結んでいる袁紹と董卓がいた。個性の強い君主が一堂に会した戦場に波乱の予感が漂う。敵には袁紹、それに董卓もいるみたいだな。こちらの動きをして守りを固めたのか。まった、言っとくが俺が情報を流したわけじゃない。信長を攻めあぐねて義元殿を狙う。
その程度読まれていてもおかしくはないね。むしろ思い通りにことが運んでよかった。いや、何でも。さて、三人にはそれぞれ頼みがある。まず、直政殿は吉本殿と蹴鞠を楽しんでくれ。蹴鞠？修繕殿は炎章殿になるべく近づいてもらいたい。ただし、手出しは無用に願う。直虎殿は、ひとまず俺の近くにいてもらおうか。はい、よろしくお願いします。待ってくれ、指示はそれだけなのか。あとは状況を見ておいおいさよ。今は信じて任せてもらえるとありがたいんだがね。わかりました。直政殿、各殿の考えは読めませんが、俺たちに他の手があるわけでもありません。何より名士の劉備殿が各殿を信じています。ここは策に従い戦うのが最善かと。話が早くて助かるよ。それではおのる方、よろしく頼む。吉本殿、炎章殿、董卓殿、三人の城はがっちり籠城しぬ。やはり正攻法では崩せそうにないね。みんな手はず通りに頼む。吉本公と蹴鞠をせよか。覚悟の真をつかみかむ。しかし古の名将の策、信じるしかあるまい。やるからには最善を尽くす。炎章に近づけ。だが手出しはするな。全然燃えない策だ。大体角殿の言葉を信じていいのか。今度は俺たちが裏切られる番かも。敗軍が槍にかけ、北へ水流。戦の要は軍師の格さん、それに修善さんと直政ですね。その通り、一人でもかけたら策はない。全軍頑張って護衛してくれ。行軍は順調。行きますよ。吉本公をどう蹴鞠に誘う か, いやー、立派立派。新入りの手並み拝見させてもらう。修繕、策に不満があるんですね。足並みを揃えてくれると良いのですが。蹴鞠もまた逃走。工作ご苦労様。さあさあ、お次は印象殿の方を頼め。行きましょう。烈光公園だ。いかがですか。どうやら作戦は順調なようだ。じゃあ俺はこの辺で失礼するよ。一人になっちゃった。
城に近づく者は全て撃ち果たせ。鉄砲を止めるぞ敵将。いかがさめられたか。カグ殿はこんなこと一言も。伏兵とはやるの。炎章は冥族の中の冥族なのじゃ。今こそだが、冥族たる私が活躍すればするほど当宅が笑うことになる。武器とだと思うよ。お見事です。俺も続きます。この炎本書が信長や董卓と組んだ。まるで本意ではないが、冥族の誇りにかけここを死守。いたてです。こら、ひげを引っ張るでない。ほむ、冥族はひげも志も立派なのじゃ。わらわも冥族に手を貸そうぞ。熱い救援感謝するぞ。しかし、各殿はこの伏兵を知っていたのか。礼八、これにやれ。吉本にたかりおるか。うん、わしはただ見物していればよさそうじゃな。道徳様、私は嫌な予感がいたします。そうかな。俺はいい予感がするよ。渓谷の美女が日の本一の色男に落ちるよ。よし、炎章の砦に到着したぞ。ここで待っていればいいんだ。ん、なぜ奴らは砦に攻め入ってこない。まさか董卓に加担する私を無言で攻めているのか。なぜ炎章も吉本も動かん。もしや奴らは内通しているのか。そうならばわしは袋のネズミじゃ。開門せい。急ぎ撤退するぞ。開門。それではお味方が窮地に。よし、門は開いたね。計画通りだ。これは利関係じゃね。いいもの見せてもらったよ。そう、打ち入る。城内は大混乱なのじゃ。どうする冥族。あいたたた、ヒゲを引っ張るなというに。こうなったら打って出るまで。異能が槍にかけ下へ推理。おっと、嬢ちゃんがまずいようだな。仕方ね、助けに行く。体制は決しました。吉本公、どうか降伏。なおまさ、現世の裏、いかいで話すか。今まで虐げられた池の裏、吉本公、来たれ水流。貴様ら覚えておれ。いつか必ず打ち滅ぼしてくれるわ。武装の分を示さばく。これもお仕事なんで。逃げられたか。ここで捕らえておきたかったが、このような恥辱を受けようとは。ならなかった。始
城の守備があっけなく崩壊した。角度の読みが的中したということか。虎殿は顔が赤くなるから分かりません。修繕殿、直政殿、いい働きだったね。よくぞ務めを果たしてくれた。角殿、疑ってすみませんでした。あなたの策は的確だった。ええ、最善の手でした。おや、母上、それは。さっき草むらに落ちていたのを拾ったんです。信長様が持っていた腕輪に似ている。吉本殿、俺たちと一緒に来てくれれば、直政殿がいくらでも蹴鞠の相手をしよう。悪いようにはしない。どうかね。な、嬉しいな。誰も一緒に蹴鞠をしてくれなくて寂しかったの。マロは皆と一緒に行くの。それと炎章殿、名族の意向を保ちたいなら、俺はこっちにつくことを勧めるね。信長は強引で多くの者の反発を買ってる。対して劉備殿のもとに集う将は皆一枚岩だ。このままいけばいずれ互角に戦えるだろう。それなら名を汚さぬ方につくのが得策だと思うがね。確かに信長のやり方には私も思うところがある。よかろう、これよりはこの炎本所が反乱軍に力を貸してやろうではないか。ほむ、ならばわらわも名族についていくぞ。なら俺もジョーちゃんについてくぜ。正直力でねじ伏せる信長のやり方は気に食わなかったんでね。すごい、角度の策でこんなに味方が増えるなんて。今なら信長にも対抗できるんじゃないか。腕輪の妙な力がある限り難しいだろうな。信長が持ってるやつの他にもあるらしいが、それを探し出せば。あるいは、それってこれでしょうか。拾ったんですけど。それはまさしく信長が持っていたあの腕輪ではないか。どれ、見せてみるがよい。何も起こらぬ。力の片鱗も感じられないね。偶然似てるだけの偽物か。それとも他に条件でもあるのか。旅に参るの。我が名は炎本所、名族である。世界は不思議で美しいのじゃ。サイカマゴイチ、華麗に決めるぜ。ふん、面白そうね。あなたご推薦の相棒って誰なの？あら、リョウさんじゃない。で、覚えてないか。お久しぶりに、はじめまして。また一緒に遊びましょう。
信長はまこと無礼なやつよ。腕輪がいくつあるのか、あの妙な力は何なのか。私の問いかけに対しても笑うばかりで一切答えぬ。ただ奴は宇治安の忍びに腕輪を探させていると聞いたような。風魔の旦那が確かに探し物をしてうろついてるのを見ましたぜ。熊姫とかと一緒でしたけど。おお、居場所を知っとるのかね。えい、ご案内します。それじゃあ頼んじゃおうかね。皆に声をかける間に逃げられちゃまずい。急いで向かうとしよう。ま、待て、これだけの数で戦いに挑むなど無謀な。ああ、そういうことならちょいとだけお待ちよ。力を持て余してそうな味方がすぐそこにいるんで誘っときます。炎章、世話になったのじゃ。新しくこの場所にておのおの心機一転頑張ろうぞ。いざさらばなのじゃ。ん？一体どこへ行くというのだ。そうもあっさり去るのはちと冷たいような気もするが。女の子って冷たいものなの。幻想を抱いてるようじゃモテないぞ。なのじゃ。なるほど、覚えたてのセリフを使いたかったというわけか。一体誰に教わったのだ。はあ、炎章は何もかもお見通しなのじゃ。我々のことが何でも分かってしまうのか。当然であろう。名族は衆を束ね導くべき立場。お前の心を見通すことなど善意に等しい。それだけではないぞ。武芸は百般に通じ、知識は万象に通ず。さあでなくては名族とは言えぬのだ。すごいのじゃ。よし、わらわは名族にいろいろ教えてもらうことに決めたのじゃ。仕方がない。くれぐれも足だけは引っ張るでないぞ。よいな。